アイドル日本をご覧の皆様、宮崎あみさです。私は今 DVD の撮影で千葉県に来ております。今回の撮影で思い出に残ったことは、初日がすごい雨だったんですけど、その雨だからプールに入れなくて、2日目すごい晴れてプールに入ったんですけど、すっごい冷たかったです。そしてもう一つは、撮影中にすごいみんなが可愛いって声かけてくれて、とてもやりやすかったです。以上、宮崎あみさでした。バイバイ。撮影中一番楽しかったことは何ですか？撮影中じゃないんですけど、1日目の夜にみんなでサウナとプールに入りました。雨降ってたんですけど、サウナ入った後に水風呂代わりとしてプールに飛び込みました。マネージャーとスタッフさんの人が転んで、いろんなところ怪我してました。撮影中一番大変だったことは、1日目にちょっと夜眠れなくて、睡眠時間1時間くらいできたんですけど、すっごい眠くて寝てました。撮影中ちょくちょくそう、眠気と戦うことが大変でしたけど、すごい楽しかったんで吹っ飛びました。今回の作品の見どころは、普段の宮崎あみさが見れると思います。すごい素の自分を出してのフリー撮影みたいな、結構台本とかも決まってない撮影だったので、もうありのままの私が見れるところだと思います。ファースト DVD ということで意識したことは、へえ、でも見てる方にやっぱ一緒にいる気持ちになってほしいみたいな感じで、カメラを見てもらってる方だと思ってやりました。朝起きたら歯を磨きますでもやっぱり私の朝は二度寝から始まるので、二度寝は絶対します。どんなに時間がなくても。口癖はすごいこれあるんですけど、話してる時に話すのが苦手で、その伝えることが難しくて、なんかってすぐ言っちゃうんですよ。だから話してる時になんか、なんかねみたいな話が進まないってことはよくあります。女優のお仕事の中で意識していることはもうたくさんあるんですけど、もうやっぱり私以外の誰かを演じるということで、その人になりきるじゃないですけど、その人の立場になって考えることと、あと楽しんでやろうって毎回思ってますね。やっぱり好きな楽しいことをお仕事にしたいので、楽しむようにしてます。今後演じてみたい役柄は、私と同じ年齢、やっぱりちょっと自分と違うキャラクターを演じるのも楽しいんですけど、自分に近いキャラクターも演じてみたいなと思います。今後挑戦したいお仕事、もうすごいやりたいお仕事たくさんあるんですけど、雑誌のお仕事もしたいし、ファッション誌の、あとはもうこれはずっと言ってるんですけど、同じミャンマーの血のつながりがある森崎ウィンさんと斉藤飛鳥さんと一緒にお仕事がしたいです。はい、皆さん、質問コーナーじゃないんですけど、私の今回の初 DVD の見どころは伝わりましたか？はい、今回ね、初 DVD という新しい、ね、挑戦をさせていただいたので、皆さんぜひ宮崎あみさがいっぱい詰まったこのこの丸いDVD をゲットしてください。これからも応援お願いします。バイバーイ。